ニューヨーク港、ニューヨーク港、ニューヨーク港は、ニューヨーク市近辺のハドソン川川口近くにある川、湾及び、看板のある入り江を集合的に呼ぶ、地理的な言葉である。地には、ニューヨークとニュージャージーの港という意味にも解釈される。競技では、アッパーニューヨーク湾のみを指す場合がある。広い意味で、ニューヨーク港には次の水域とその騎士が含まれる、アッパーニューヨーク湾。 ロワー,ーニューヨーク湾、ノース川、イースト川、キルバンクル、ニューアーク湾、アーサー・キル、ザ・ナローズ、ジャマイカ湾、ラリタン湾及びハーレム川である。水路面積は約1200平方マイル、海岸、河岸線長さは1000マイル以上ある。開発された機種は最高時に650マイルあり、12の個別に活動する港湾施設がある。すなわち、マンハッタン。 ブルックリンク、クイーンズク、ブロンクスク、スタテンアイランド、パースアンボイ、エディザベス、バイオンヌ、ニューワーク、ジャージーシティ、ホーボー県、およびウィーホー県である。アメリカ合衆国地理命名局では、ニューヨーク港という言葉がないが、歴史、政治、商業及び環境上で重要な用途がある。17世紀のニューヨーク港に住んでいた先住民族であるリナペ族は、 言語学的に、アルゴンキン語族に属し、この水路を、巨老や移動に用いていた。1524年、ジョバンニダ・ベラッツァーノが現在ザ・ナローズと呼ばれている、ブルックリンとスタテンアイランドの間の海峡に、停泊した。彼はここで、レナペ族から、カヌーパーティーを受けた。乗組員たちは、スタテンアイランドのザ・ウォータリング・プレイスと呼ばれる、泉で、飲料水を補給したと言われている。 この泉があったおおよその位置、現在のベーストリートとビクトリーブールバードの角には記念碑が立っている。しかし、ベラッツァーノが残した文献の記述は曖昧な点がある。歴史家たちによって彼が停泊した場所はほぼ、現在のベラザノナローズブリッジのブルックリン川あたりで、あろうと見当がつけられている。彼はその北に大きな湖を見たと記しているが、これは明らかに、 アッパーニューヨーク湾のことであろう。彼はこれより北には進んでおらず、ハドソン川を発見していないであろうと考えられる。この港を最初に訪れたと記録があるのは1609年のヘンリー・ハドソンである。1624年、ガバナーズアイランドでヨーロッパ人による最初の高級的な移住、開拓が始められ、8年後にはブルックリンでも入植が始まった。 まもなくこれらの場所の間を、私船が結んだ、オランダの植民地ニューネーデルラントの総督、ピーター・ストイフェソンとは、イーストリバー下流のマンハッタンの岸に、風や氷から守るために、最初の橋を築くことを命じ、1648年に完成し、スクライアーズ・フック・ドックと名付けた、現在のパール通りとブロード通りが交わる近く。このことで、 ニューヨークがイギリス領13植民地の、そして後に新たに独立したアメリカ合衆国の主要港になる道を開いた。1686年、イギリス植民地政府はこの岸辺一帯に姿勢を敷いた。1824年、アメリカでは初めてのカンドックがイーストリバーに完成した。その場所と深さのゆえに、港は蒸気船の導入で急速に成長した。 続いて1825年のエリー運河の完成でニューヨークはアメリカ内陸部とヨーロッパ及びアメリカ東海岸を結ぶ最も重要な中継港になった。1840年頃までにニューヨーク港を経由する旅客と貨物量はアメリカ全土の他の主要港を合わせたよりも多くなり1900年までに世界でも最大級の港となった。 移民を受け入れる主要港となったエリスアイランドには1892年から1956年の間に1200万人が到着した。1870年、ニューヨーク市は港湾開発を系統立てるためにドック部局を設立し、その最初の議事長になったのがジョージ・マクレランだった。主要道路の完了で効率的な輸送が行われる前には、 鉄道貨物はニュージャージーからマンハッタンまで渡し船で運ばれた。すなわちタグボートと橋け、および列車を転がして船積みできる、要乾板レールを敷いた列車いかだの小さな船体があった。ニューヨーク市はライバルの港をしのぐために、この運航に助成金を出した。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参入した後で、1942年1月、 ドイツのドラムビート作戦で U ボートのエース級をアメリカ領海の小戦隊に向けて攻撃させ、いわゆる第二次ハッピータイムが始まった。U ボートの艦長は街の明かりを背景にして浮かび上がる標的船に狙いをつけることができ、港内にアメリカ海軍の艦船が集中していたにもかかわらず、比較的少ない損失で攻撃することができた。被害の中には、 サンディフック沖のタンカー、コインブリアやロングアイランド沖のノアネスなどがあった。アメリカの護送船団の主要積み出し点であったニューヨーク港は第二次大西洋の戦いの効率良い集結地であり、アメリカ商船の損失は26隻中の1隻と他のアメリカ軍の成果をしのいだ。港の活動は1943年3月がその最高点であり、 543隻が停泊して、5層船団あるいは軽船への割り付けを待っていた、750の三鉢あるいはドックに425隻の外洋型船舶が待機した。1100の倉庫と1.5平方マイルの囲まれた場所で荷物を扱い、575隻のタグボートと39箇所の造船所があった、おそらく最も重要なのは1801年に、 設立されたニューヨーク海軍造船所。重機械の日替わり品揃えによって、ニューヨーク港は世界でも最も忙しいところとなった。船舶の運航のために港には約240マイルの水路、水先案内人が必要と、アッパーニューヨーク湾を中心に闘病地及び港湾施設がある。大きな船は水路を鋭角に回るときにタグボートの助力を必要とし、その例が、 ニューアーク港に入るキルバンクルである。南東にある大西洋から港に入る主要な入り口はロッカウェイポイントとサンディフックの間である。もう一つの入り口は北東のロングアイランド湾からイースト川川口にある。港は南西のラリタン川川口から北西のニューアーク港とさらに北のジョージ・ワシントンブリッジまで広がっている。他の乗り物を使った港を横切る経路として パス、ハドソン川港湾公社の推定トンネルと下流のベラザノナローズブリッジなどがある。ニューヨークニュージャージー港湾公社の港湾施設として合衆国では最大の石油輸入量と2番目のコンテナ取り扱い量を誇っている。ニューヨーク港という言葉はニューヨーク市の港としての商業活動を示唆しているが、ニューヨーク市5区とニュージャージー州近豪都市の岸辺を含んでおり、 1972年になって2週に、またがる、港湾公社のもとに体系化された。1950年以降、ニューヨークとブルックリンの商業港は、近くのニューアーク湾にあるニューアークエリザベス港海上ターミナルのこんな船施設に、ほとんど完全にお株を奪われ、校舎は、東海岸で最大のコンテナ取り扱い校となっている。ニューヨーク港は、 旅客輸送でも重要性を失ってきたが、港湾公社は、ニューヨーク市、ラガーディア空港と、ジョンカイケネディ国際空港とニュージャージー州、ニューアークリバティ国際空港にある、主要産空港を運営している。ニューヨーク市には、まだいくつかの定期航路、通勤用フェリー及び、観光客用周優船がある。ブルックリンのレッドフックに、新しい旅客施設が最近開館した。フェリーは、 大半が私、企業によって運営されているが、スタテンアイランドフェリーは、ニューヨーク州入局が運行している。ニューヨーク港の管理責任は、市から連邦政府まで、あらゆるレベルの政府に分け持たれている。港湾施設は2州の港湾公社によって管理されているが、水路の推進管理は、アメリカ陸軍港兵司令部の管であり、1826年頃に連邦議会が、 包括的河川港湾法を成立させて以降、関わっている。ニューヨーク港の自然の水深は約17フィートであるが、1880年に水深を管理するようになって、長い間に約24フィートまで掘り下げられた。1891年までに主要船舶航路は水深最低30フィートとされた。1914年、アンブローズ水路が港に入る修理口となり、 ここは、水深40フィート、幅2000フィートとされた。第二次世界大戦の時、パナマックス級までの大型船に対応させるために、主要水路の水深は45フィートとされた。現在公平司令部は、スエズ運河を、航行可能なポストパナマックス級コンテナ船に対応するため、水深を50フィートにする契約をしている。このことは、 ニューアーク港のコンテナ施設と大西洋をつなぐ水路での環境に関する関心を高めてきた。PCB、ポリエンカビフェニルなどの汚染物が海底土壌の下に堆積されていた。多くの場所では砂の多い海底が春節されて岩層にまで達し、現在では爆破を必要としている。春節機械は岩を取り出して、それを廃棄処理している。2005年のある時点では 校内で70の浚渫設備が水路を深くするために動いており、世界でも最大の浚渫船体となっている。この作業は時として騒音や振動を生み、スタテンアイランドの住人に感じられることがある。浚渫業者は爆破が行われる時には住人に警告している。アメリカ沿岸警備隊は流出、急難及びテロ対策など水路の管理を行っている。 特に組織犯罪に絡む犯罪行為の防止と捜査は2州の沿岸委員会の責任である。この委員会は労働者の違法行為と戦うために1953年に設立された映画、ハトバの1年前。当時はガンビーの一家がニューヨーク側を支配し、ジェノベーゼ一家がニュージャージー側を死していた。1984年、地元のトラック運転手たちが立 組織犯罪に対処する法管理のもとに置かれ、2005年には国際沿岸労働者協会に対する訴訟が起こされた。2006年3月、港の乗客設備はドバイポートワールドに移管された。アメリカ合衆国公安の運営を外国、特にアラブの国に所有されることについて安全保障に関する議論がある。実際の運営者はイギリス本を オーポーツであり、また、中華人民共和国によって支配される会社の、オリエント海外投資会社が、ハウランドフック海上ターミナルの運営契約をしているという事実も、ある。その他の関心事は合衆国税間のグリーンレーン計画であり、新宅された船舶運航者には検査されるコンテナの数を減らして、密輸品に対する接近を容易にするというものである。 ニューヨーク港にはほとんど海洋生物がいないという誤った認識が持続している。実際には非常に多様な加工性水生種の繁殖を促している。長籍の看板は100マイル北のニューヨーク州、トロイまである。アメリカ合衆国国立公園局は現在自由の女神像、エリストー、ガバナーズ島、キャッスル・クリントン、 ゲートウェイ国定リクリエーション地域及びグラントの墓所を保存している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。